こいつは俺が誘っただけで関係ないんです。だから、だからだよ。怒られちゃいましたね。スマホわがまま言ってすみません。いいよ。聞かない方がいいですか？長くなるし、楽しい話題じゃないから。正直、好奇心が抑えられません。あなた、一体どんな悪いことをしてきたんですか？場合によっては、天罰を与えるために僕が派遣されてきたと判断します。お前が天罰？はあ、見くびってもらっちゃ困りますね。かぎやかに愚痴ろうと思います。使いこなしてんな。あれは5、いや6か7年前の話だ。唐突に語り出しましたね。だって聞きたいって言うから。はいはい、そうですね。どうぞ続けてください。当時はまあ、いわゆる半グレ集団の末端で、ろくでもないことして金稼ぎしてた。一人暮らしの俺んとこに来た高校卒業したての弟も引き込んで、儲け話がある、そう言われた俺は薬を売る仕事を紹介され、有名人や払いのいい奴らの乗客名簿を受け取った。また頼むよ。当時の俺は金が入れば何でもよかった。ところがその名簿はヤクザの構成員だった紹介者がパクってきたヤバいやつだった。兄弟で関与してたのは兄貴の好きや。うん、じゃあ弟。よし。ちょっと待ってください。両腕。こいつは俺が誘っただけで関係ないんです。だから、だからだよ。両腕を折られた弟は連れて行かれた。俺は動けなかった。警察に駆け込む。売人ごっこをして弟差し出して自分だけ無傷で帰ってきたくせに、最低のクズで嫌になる。数日経って弟から生きてるって連絡が来た。そのまま部屋住み、つまりヤクザになるってな。はあ、自分が両腕売られた方がマシだった。身内が尻拭いされ続けてるなんて地獄だ。分かっててやるあたりがヤクザって怖いですね。そんな悪人にはいずれ罰が下りますよ。天網恢恢疎に漏らさすか。俺にもいつか罰があんのかな。
それだけ苦しんでまだ罰が欲しいんですか？苦しんだ？ええ、報いは十分に受けたと思います。弟さんのこと、あなたは悪くないですなんて一言だからこんな偉そうなこと言えるんでしょうね。自分が同じ目に遭っていたら思えないですよ、こんなこと。でも欲しいでしょ、優しい言葉。どうしよう、ちょっとキュンとした。え、気持ち悪い。うるさいな。